ベルティル・ゴットハード・オリーンは、スウェーデンの経済学者。国際経済学において、最も基本的な定理の一つである、ヘクシャー・オリーンの定理を構築したことで知られる。この功績が称えられ、1977年に、オリーンは、ジェームズ・ミードと共に、ノーベル経済学賞を受賞した。インタージェネルインターナショナルトレード。 1933オリーンの最も有名な業績は国際経済学において最も基本的な定理の一つであるヘクシャー・オリーンの定理の構築である。オリーンは1977年にこの業績が称えられジェームズ・ミードと共にノーベル経済学賞を受賞した。ヘクシャー・オリーンの定理は比較優位が国家の資本や労働力の一般的特徴と どのような関連を有しているか、また国家の資本や労働力の一般的特徴が時間と共にどのように変化していくかを示すモデルであったため、これをきっかけに国際経済学の分野は飛躍的に発展した。ヘクシャー・オリーンの定理は国際経済学において最も基本的な定理の一つとなり、ヘクシャー・オリーンの定理から様々な定理が導出された。 そしてその中でも特に有名な定理として、リプチンスキーの定理とストルパーサミュエルソンの定理が挙げられる。前者のリプチンスキーの定理は、労働量が増加すると労働集約剤の生産は増加するが、資本集約剤の生産は減少し、逆に、資本量が増加すると資本集約剤の生産は増加するが、労働集約剤の生産は減少するという定理である。 後者のストルパー・サミュエルソンの定理は、労働集約剤の価格が上昇すると、賃金率は増加するが、資本のレンタル率は減少し、逆に、資本集約剤の価格が上昇すると、資本のレンタル率は上昇し、賃金率は減少するという定理である。ディプチンスキーの定理からは生産パターンと、生産要素不存量との関係に関する洞察を、ストルパー・サミュエルソンの定理からは、 生産価格と所得分配との関係に関する洞察を得ることができる。ありがとうございます。